つないでるちっちゃい筋肉みたいなのが、それめっちゃ怖いじゃないですかそれ。大丈夫なんですか、何があるんですか。めっちゃスッキリしてる。なんかございます小島屋です。ジョージアのバトミーにですね滞在しているんですけれども、ちょっと今日ね、番外編というかあれなんだけど、コウイさんのね腰が結構ずっとぶっ壊れてるんですよ。イギリス行った時なんで、去年の年末ぐらいに突然ですね、ちょっと朝起きたら腰がおかしなことになって、ライブ配信中に大爆発したっていうちょっと事件がありまして、結構深刻に悩んでるんですね。実は調べたらジョージアに鍼灸師をやってる日本人の方がいるっていう噂を聞きまして、ちょっと連絡させていただいたんですね。そしたらたまたま今このタイミングでバトミにいるっていうことで、全然大丈夫ですよって言ってくれたんですよ。なんでちょっと今日は腰を見ていただくという動画になります。海外でなかなか鍼灸、いやそうなんだよね、できないからさ、どんな感じになるのか楽しみですね。治るといいね本当にね。今日俺ちょっと腰に集中したいんで、カメラマンお願いしますね。しかも前でちょっとお願いします。腰に集中、腰モードになるんで私は完全に。はじめまして。こんにちは。まあでもちょっと 100% 治るとはね。もちろん全然もう見ていただいてどういう状況なのかみたいなことだけでも、それははい。これ今エアビーでお借りしてるんです。これエアビーです。あ、そうなんだ。どういう流れなのかも全然僕分かんないんですけど、ちょっとまず痛みの原因が筋肉なのかとかそういうところみたいです。この辺ですね。ここら辺ですね。ちょっと上なんですね。横に曲げるとか。ちょっと違和感感じますね。右の方にじゃあ行きます。あ、だからそうです。左の方にちょっと来ますね。これは大丈夫ですね。全く痛みないです。全くないですね。腰痛ってなった瞬間、何もできなくなっちゃったんですけど、結構きつかったんですよ。これ痛い。前はもっといけたよね。結構体柔らかい方なんですけど。じゃあ元々は床につくぐらい。全然つきましたね。こうやってやる。ちょっと違和感がある感じですね。もしかしたら椎間板とかの可能性もありますけど、骨と骨の間のこれすごい離されてディープなところにありそうかなって感じなんですね。背骨と背骨をつないでるちっちゃい筋肉みたいなのがあるんですけど、これとかもやっぱ姿勢の維持にすごい大事なんですね。ただ1回でねこう治るかってなかなか難しいところではありますけど、まあ自分の技術でちょっとやれる時はやってみて。ありがとうございます。針ぶっ刺すってことですよね。結構刺します。あとはこれも針刺してる。刺してる。お、結構バシバシ今きた。ペンペンってやつ打ちますよ。わあ。体に対してお知らせしてあげてるんですね。この辺に。その募集見てなんか面白そうって言って行ったような感じですよね。そうなんです。なんかその時とそのつくばなんですけど。はい。全部抜いて。今は。やばい。よかったね。ただ針を刺した時にこの中の方でめちゃくちゃなんか硬いものがあるんで、それを今日はまあできる限りしましたけど。怖っ。中の方にめちゃくちゃ硬い。めっちゃ怖いじゃないですかそれ。大丈夫なんですか、何があるんですか。腫瘍とかではないんで。え、なんなんですか。普通にインナーマッスル、その中の方に拘縮っていって硬くなって。僕がその鍼灸系の YouTube やってたらぜひモデルになってもらいたい。リアクションがすごいからストレスがないストレスがないよ。ストレスないと思います。ストレスがある人の習っても一発でなっちゃう。あ、そうなんだ。嬉しいな、ストレスがないお腹ってなかなかね。うーわ、なんかめっちゃスッキリした。お疲れ様です。ねえ、やばい、めっちゃスッキリしてる。なんかやったじゃん。すっげえビール飲みたい。ダメなのに直す気ないね。直す気楽になった感じはすっごいする。本当？よかったね。結構姿勢はなんか言われますね。めっちゃ寝ぼせそうですよね。もうそうどうしたらいいですか。もうこういう胸張ると、まあこれとかですね。ああ、へえ。ああ、なるこういうことか。あ、私もやろう。でも元々体が柔らかいですね、本当にね。本当ですか？うん、めっちゃチョコレートか。なかなかできない人はできないじゃない。男性でここまで関節こう逆に曲がるって珍しいです。そう。僕足頭かかりましたもん。へえ。ね。それが今は。それは今や。ああ、ありがとうございます。本当ちょっとね、なんか少し本当ね。うん。今すごいすっきりしてる。すっきり。よかったよ。指で普通に伸ばして。僕らももらっちゃった。なんか手術もしてもらって、ワインももらっちゃってみたいな。そう直してる。ですね。ちょっとこれからも連絡させていただくんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。了解です。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、教えてください。はい、ありがとうございました。また、はい、楽しかったです。あ、もうちょっと暗くなってる。ゆっくりさせてもらっちゃいました。お茶も出していただいて、結構いろんなお話、なんか旅石のことだったから、上司の話とかいろいろして盛り上がって、いや本当に良かったです。亮太さん。このタイミングでこのバトミーで出会えて本当に良かったし、よかったよ。めちゃくちゃいい人だったね。めちゃくちゃいい人だった。概要欄にね、亮太さんも YouTube されてるので、それも貼っときますので、ぜひ皆さんチェックしてください。でも結構ね、本当にこう今楽な感じをしてるんです。ね。これからまた旅とかしてどうなるかわかんないけど、でもこれ連絡させてもらってさ、なんかあったらそれ頼もしいよ。一回見てもらってる人だからさ。そう、体を知ってくれてるから、本当頼りになりますわ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。